おお、すっげえ懐かしい。なんて言うんだろう、俺の青春って感じ。ちっちゃい頃にやっていたピクミン、今回はピクミンをプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。自己紹介忘れてました。うなチャンネルのうなちゃんです。まあうなぎです。まあなんでもいいんですけど、今日はまあ俺の青春のゲームですね、ピクミンやっていきたいと思います。ニュープレイは懐かしい。ここの画面も懐かしいな。当時そうだな、ゲームキューブだっけな。ゲームキューブをお父さんに買ってもらってピクミン買ってもらったんだよね。なんでピクミン買ってもらったかわからないんだよ。わー、オリマーさん。この人オリマーって言うんです。多分みんな知ってると思うんですけど、スマブラとかね、スプラちゃん、ごめんなさい、間違えた。ね、ピクミン2でも出てくるしね。あー、墜落しちゃう。大気圏に入り、地球っぽいとこに落ちてきましたね。でね、パーツがね、こう飛び出ちゃってるんだよね、宇宙船の。宇宙船のパーツを、ピクミンを使って、直すってのが、確か、ピクミンのお話だったんですよ。大丈夫か？ピヨピヨしている。大丈夫か、オリマー。鼻でかいな。意外と、思ってたよりでかいね。赤ちゃんみたいな見た目なんだね。あらー。目覚めた時、私は未知の星の大地にいた。私の名前はキャプテンオリマー。宇宙を旅する途中で流星にぶつかり、この星に落ちてしまったのだ。宇宙船ドルフィン号は多くのパーツを失い、無残な姿となってしまった。なんと、エンジンまでもない。動かすことすらできないのだ。さらに悪いことに、大気センサーの値を見ると、この星の大気は猛毒の酸素を大量に含んでいる。生命維持装置が働くのは30日が限界だ。え、そんなあったんだ。30日以内に、集めなきゃいけないんだね、じゃあ。結構急ぎだよ。毒がすごいっぽいね。あ、出てきましたよ。オリマー。俺オリマー使ってます、今。ピー。ちょっと画面が近いね、思ったよりね。こんな近かったっけ？どこ行けばいいんだい？一体俺はどこに行けばいいんだい？お花があるね。あとなんか、不思議な5っていう数字があります。まあ他はどこだろうな。これ何をするんだ？宇宙船？回収したドルフィン号のパーツは30分の0だ。え、てかさ、30日でさ、30個って1日1個だぞ。1日1個って結構厳しいよね。とりあえず滑り台登ろっか。あ、何もない。おー、どうすればいいんだい？どうすればいいんだい？画面こんなちっちゃかったっけ？これさ、戻せないの？あ、お花が。お花。あ、見て。これはね、オニオンだっけな。ピクミンのお家です。これはピクミン。あ、なんか一匹出てきた。私の目の前に奇妙な物体が現れた。それはまるで私を待っていたかのように立ち上がり、一粒の種を吹いた。これは何なのだろう。生き物なのか、機械なのか。どことなく私の星のオニオンという玉ねぎに似ているので、私はこれをオニオンと名付けた。オニオン。引っこ抜かれて、あなただけに、あれ？あ、抜けるようになった。目が出たよ。赤だね。見た瞬間、赤だね。オニオンが吹いた種は、可愛い目を出した。それは怪しい光を放ち、ゆらゆらと揺れている。どうもこれは私を誘っているように見える。今私にできることは近づいて A を試してみることぐらいだろう。こういうことね。完全に答え言ってますけどね。かわいい。ちょっと名前つけてあげたいな。目を引き抜いてみると、その下から奇妙な生物が現れた。見たところ害はなさそうだが、なぜ私を見つけているのだろう。姿が私の大好きな野菜のピクピク人参にそっくりなので、ピクミンと呼ぶことにする。
ピクピク人参。あ、確か人参みたいだね。それでピクミンなんだね。ピクピク人参。じゃあ、この子の名前は人参さんだ。人参さんにしよう。あ、これは操作説明ですね。おー！見やすくなった。ふみん、これ、運ぶかい？ありがとう。ピクミンがこの、マグネットみたいなやつを入れることによって、ほら、種が吹き出ました。人参さんと一緒にね、ピクミン増やしていこうか。これ、ペレットって言うんですね。ピクミンを増殖するための食べ物。これで増やしていくっていう。ピクミンを初めてね、見る人はね、覚えてください。この、お花。鼻にこう当てて、ピクミンに運ばせると。そう！そう！その間俺は、ピクミンを引き抜くと。どんどん増やしていこう。で、この、ピクミンをね、こう放置することもできるんですよ。で、放置したピクミンをこう、笛で呼ぶと、戻ると。なんて言うんだろうな。船長オリマーさんは、ボスなの。だボスの言うことにみんなに従ってもらうしかない。はい。で、今で5匹になったので、このでっかい5個。これもお願いしようかな。はい。これ持って。あ、そんなとこにいないで、これ持ってね。頼むよー。OK。運ばせて。もうないよね。こっちはいけない？いけないか。ジャンプはね、できないんですよ。ジャンプは。この上は？この上はいないか。じゃ、まずは集めるとこからですね。本当は宇宙船のね、材料、猛毒がね、はびこってるから、早く脱出したいから、本当は宇宙船パーツをね、ゲットしたいんだけど、最初はピクミンを増やそう。意外と目出すの遅いな。俺せっかちだからさ、こういうの。頑張れ。1、2、3、4、5と。OK。10匹になりました。で、下の数字あるじゃん。これは10匹分の10匹持ってるってことですね。右が、なんか出した数かな。このフィールドに出てる数のピクミン。そう。あ、で、この数字の数も教えといた方がいいか。今さ、1、下に1って書いてある。1分の2って書いてあるんだけど、これは、1は、1人で持つ重さ。で、2は、今ピクミン2人使ってるでしょ？ピクミン2人使ってるから、2になったの。でも、1以上いればいいんだよね。まあ、倍まで出したらいける。よし、この、箱。この箱を乗って、重みで、ダンボール下げよう。あれ？あれ？おい、違かったわ。これは壊すんだ、多分。こうだ。ありがとう！押すんだね。潰すんじゃないんだね。よしよしよし、ピクミンが頑張ってくれたぞ。これで道ができたのかな？いいね。で、さっきの引き抜いても引かなくてもいいか。とりあえず10匹連れていこうか。ドルフィン号を修復できるかもしれない。まさかに希望の明かりが見えてきた。これまでに分かったピクミンの操作をまとめておく。まあ、これはみんな気にしないでください。あ、でも待って。隊列指示ができるようになった。これね、並ばせることができる、こうやってピクミンを。ほら。ほら。あ、待って、これ宇宙船のパーツじゃない？ピクミンたち。なんということだ。私の目の前にあるのは、紛れもない、私の船のメインエンジン、エンジンだ。こんなことに一番大事なものを一番に見つけることができた。これで飛ばすことができるんですよ。さて、どうやって運ぶべきか。それはね、ピクミンに運ばす。あ、でも20匹。これはね、20匹必要だ。画面が上になっている。20匹かーん。もうこれを運ばして増やすしかないな。はい。こっちには5個。今5個投げた、ちゃんと。はい。ここまで壊すことができるんだけど、
あ、もうやってくれてる。じゃあ君ら二人は壁壊しといて、俺ら運ぶから。ちょっとピクミン増やそうか。あ、引き抜く引き抜く。さっきオニオンに入れたやつが貸してる。オッケー。もうないかな、運ぶやつ。もうないか。上にもないよね。大丈夫だよね。あれあったっけ、この上。あった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 。一個あった。じゃあ、二人にお願いしようか。よろしくー。二人だとね、早くなるの。倍の人数かけると早くなるの。よし、みんな。引き抜くからな、今。一度にたくさんのピクミンの芽が出ると、抜くだけでも大変だ。つまりは、あんたは細かい仕事が下手くそでよく言われたものだが、どうやらコツは気合を入れて一気に入れることらしい。よし。A を押したままにしてサクサク抜いていくことにする。そういえば、ピクミンは耐えれずに加わると興奮して鮮やかな色になるが、それ以外の時は薄い色に変わり光を放つ。これさっきね、俺が放置した時と同じだね。はいはいはい。おーい、集合。集合集合。よし、25匹になったぞ、全部で。最高だ。とりあえず20匹。とりあえずこの20匹は、俺がエンジンを運びます。1234567890、1234567890。こんぐらい？こんぐらいだ。オッケー。オッケー。この子たち運ばせよう。ナイスナイスナイス。で、君らは抜いといて、さっきね、壁をね、お願いしてた子たちがいるんだけど、そっちに加わってもらおう、君ら二人は。あ、何やってんの？あれ、壁、サボってるサボってる。君たち何やってんの？壁を壊さないと。これ。なんでサボってるの？あ、壊せないから諦めたんだ。で、戻ってきたんだ。かわいいな。例えば、人参さんどこ行ったっけ？どれが本物の人参さんか、わからなくなっちゃったな。あ、いいね、運んでる。頑張れ、頑張れ。いいね。これでエンジン修復できたかな？ちゃんとオリマーでさ、ロケットもさ、まだ壊れてるから、形、汚いままなんだね。ボンボロだよね、今ね。お。これで離陸が可能になった。飛べるようになりました。なんとか希望の明かりが見えてきた。残りのパーツはどこへ飛び散ったのだろうか。明日からそれの探索だ。よし！遭難、1日目。どうにかドルフィン号を飛ばすことができた。これね、オリバーさんが日記を書いてくれてます。みんなも日記書いたことあるでしょ？俺は小学校の頃、日記、なんか、夏休みとか、冬休みに出さなきゃいけない日記を、嘘書いてました。毎日書いてなかったので、最終日に、いっぱい書いてたんだけど、なんか天気がもうわかんなくて晴れなのか曇りなのか。だから、バレました。嘘書いてること、先生に。ちゃんと皆さん一日ずつ書きましょう。あー、あと29個。ホコタテ星に戻ることはできないようだ。あ、ホコタテ星から来たんだね。あと29日で29個って大変だよね。あ、現在のピクミンの数25。これは僕が産ませたピクミンです。死んじゃうと、戦いで死亡、日没で死亡ってとこに加算されていきます。まず悲しいんだよね、ピクミンちゃん死んじゃうときね。天国に行く様子が見えるから、まあ、それは、またやられた時に見てみてください。このエリアのパーツは、1、2、3、4、5、6、7、8？ こっち2だね。多分もう一個はさっきの壁にあったんだと思う。こっちたくさんあるな。希望の森か。大丈夫かな、俺。希望の森。チャッピーっていう敵がね、出てくるんで、犬みたいな。チャッピー敵なんで。
あ、わかった。こっちの白い壁壊せるんだ。私のドルフィン号はピクミンたちのオニオンと共に再び地上に降り立った。一人では不安なのでオニオンからピクミンを呼び出すことにした。今からお家からピクミン出すよ。今日は全部出しちゃうから25匹全員集合集合集合。はい、配列せーの。はい、偉い。で、君たちは今からピクミンを増やしたりこの壁を壊したりしてください。わー、いるね、チャッピー。これチャッピーって言います。うん、ピクミン食べられるのあいつのせいで。なんか黄色いお花がありますよ。黄色いお花。で、君たちはまあ暇だったらこれ片付けておきます。はい、よろしく。よし、頑張れ頑張れ頑張れ。ありがとうね。お、出てきた。これね、黄色いお花確か、あ、思い出した、キーピクミンだ。キーピクミンを手に入れなきゃいけないんだ。ただキーピクミンは黄色いオニオンに入れなきゃいけないんだよ。今赤ピクミンが赤のオニオンに入れたから、まあ後に説明するわ。黄色いピクミンが黄色い色をオニオンに入れるといいのだけ覚えておいてください。とりあえずこの壁を壊してもらって、はい、集合。28匹、今28匹いますよ。28匹で戦いに行こうか。あの子はね、敵なの。この子投げつけろ、倒せ。いいぞ。敵はね、早めに倒しておかないと食べられちゃうんで。いけ、踏みつけた。ナイスナイスナイス。踏みつけるのいいね。うわ、すごい、あそこにもいる。とりあえずこれを運んどこっか。で、ピクミンはね、水の中を泳げないんですよ。後に青ピクミンってのが出てくるんだけど、青ピクミンは泳げるんだけど、今赤しかいないんだから、いないからこういうことです。よし、じゃあみんな運んどいてもらって、うん、とりあえず倒しとくか。あ、やばい、あ、食べられちゃう。ピクミン、ピクミン、あぶねえ。食べられた？食べられてない？あ、よかった、今生きてた。あぶねえ。うわー、チャッピーもいる。どうしよう、これピクミン増やすか。10個か。10人以上で運ぼっか。こっち3人、どうしよう。お花任せるか。お花、はい、いや、お花よろしくね。あ、3人で持てないよね。かわいい。3人じゃ持てないよ。1人でこっち持ちな。あー、いっぱい生まれてる。よし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 、こういうね、作業をね、効率よくね、ピクミンたちで回していきましょう。で、今ちょっと大量の数が欲しいんだよ。なぜなら、おっきいチャッピーがいたから。あいつの名前、チャッピー。チャッピーを俺は倒したい。はい。OK。で、今、俺は40匹、手持ちにいます。手持ちのピクミンは40匹。この40匹で、その、お花も運びたいんだけどなぁ。ちょっとチャッピーのとこ行こっか。こいつ。なんで行きたいけど、どうしよう。そういえばなんで黄色いピクミンは、まだ俺のとこにいないんだい？行くしかないか。いつ起きるんだろう、これ。こんなに近づいても起きない。ちょっと投げていいかな。行くよ！うおー！投げろ投げろ、いけいけ、ピクミン出た、いけいけいけ！投げまくれ、いけ！よーし！でっかいの倒した！いいね、みんな。これね、本当に時々むしゃむしゃ食べられちゃうから、トラウマになってたの、昔ちっちゃい頃。とりあえず運ぼう？とりあえず運ぼう。やった、やった。
もうお花も壊しちゃおっか、全部。ふみんたちもお花も。うれうれうれ。みんな各自運んで。お願い。仕事をね。あれ。仕事してね。君らもね。オッケーオッケーオッケー。で、余り物は、お花。この花をね、お願いして、ちゃんと安全に運ぶんだよ。帰るまでが遠足だからね。二人余ったな。じゃあ余った二人は、橋作っといて、これ。頼むね。忘れないようにしなきゃ。で、83匹までなってる。わ、すごい大量！引き抜くだけでもすごい作業だな、これ。大変だ、これ。ふみんたち。ちょっと、一人で抜くの大変なんだけど、手伝ってくれない？みんな見てるだけで。手伝ってくれないの？あ、つぼみ咲いてる。つぼみ咲いてる。あの、ピクミンをね、刺したままにしとくとね、花が咲いて、つぼみが咲いて、花が咲くの。なんか、苗、今苗のまま抜いちゃってるんだけどさ、つぼみとか花になるとね、速度、ピクミンの移動速度が速くなるから、すごい楽になるんだけど、でもなんか、俺抜きたくなっちゃうから抜いちゃう。見てて、ほら。速さが違うじゃん、ほら。ほらほらほら。で、今回は、この、なんだろうな。永久燃料ダイヤモン？エネルギー。これ、今回運んでもらいます、皆さんに。はい、よろしくお願いします。40！ すごい量だな。まあ、60匹で運んだから、なんとかなると思いますよ。はい、君たちは、お花よろしくね。頼むよー。昔の黄色ピクミンはさ、これ持ってたの。この爆弾みたいなやつ。あ、セットしていたタイマーがお昼を告げた。その日没までに帰らなきゃいけないです。このさ、上にあるさ、お日様のマーク、デイセブンって書いてあるとこあるんだけど、うん、これが日にちで、日にちで日没になる前に帰らなきゃいけない。です。ですです。まあ、頑張ろう。この爆弾は、後に、なんとかします。で、余った君たちは、お願いしていいかな？壊せるかな？みんなで。壊した先に、ちょっと大きい敵がいるから怖いんだけどさ。お、やったよし、これで、もう一個、回収できたので、最高ですね。とりあえず、いい感じ。じゃあ、そこで頑張ってる間に俺は、あの子たちをちょっと呼んでくるね。はい、おいでー。君たち運んでなさい。で、橋を作ってる子たちも、手伝ってあげたいな、何人か。水に落ちないでね。頑張れ。水に落ちないでね、ほんとに。頼むよ。溺れちゃうからね、ビクに。うれうれ。この人数だったら大丈夫か。もうみんなで行け。みんなで行け、みんなで。そうだ。そうだ。そうよ。そうそうそう、みんなで、みんなで。君なんで一人サボってんの？一匹だけサボってたぞ。ほら、お箸がね、しっかりできてる。頑張れー。頑張れー。あー、頑張ったね、みんなね。偉いね。そしたら、このお花を持ってこ。はい、みんなお花持ってて。余った子たちは、みんなで、さっきの、ね、待って。ねえ、こっちこっちこっち、待って。溺れちゃう、溺れちゃう、溺れちゃう。溺れちゃう。危ない、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 危ない。ピクミンが、溺れそうだった。ちょっと、幅が、整列しよっか。整列していこうか。ちょっと、幅が。大丈夫、みんな。よし、よかった。もう子供と一緒に動いてるみたい。
あっちもいい感じになってる。君たちも置いてかれるよ。いいね、みんな。いいね。いいね。よし、じゃあ倒そうか。これ、あの子も。でっかいの倒せ、倒せ。やばい、食べられちゃうよ。食べられちゃう。ピクミン、ピクミン食べられちゃった。何人からやられた。ごめん、ピクミン、ピクミンごめん、ピクミン悲しすぎる、悲しすぎる。ピクミン食われた。悲しい。あー、黄色いオニオン見つけたけど。こんにちは。生まれた。種が一つ生まれた。これはね、黄色いピクミンなんです。あー、ちょっと食べられちゃった。悲しいな。あー、かわいい。黄色いのが一番好き。俺は黄色が好きです。黄色推し。これは、色が違うピクミン。ごめん、全く違う文読んでた。てか、ない文を適当に考えて読んでた。見たところ大きな耳と思われる部分がある。体は軽そうだが、赤いピクミンとはどう違うのか。注意深く観察してみることにする。ピクミンの持ち替えは A で掴みながら R だ。おー、ほんとだ。うちのピクミンはね、こうやってね、黄色いオニオンに運んでくれる。ありがとう。このまま、増やそう。黄色はね、黄色に入れた方がいいのよ。こうやって。こうやってね。あ、ありがとう。はい。黄色のオニオンは、黄色い。あ、待って、持っていかないで。あれ。ピクミンは100匹を増えると、オニオンの中で生まれるらしい。だって。でも中に出てくるってことだ。100匹超えるとラッキーだね。あれどうなってる？ね、あいつ行っちゃった？ねえ、待って。それはね、黄色い子たちのだから。黄色増やしたいから黄色にしよう。あー、まあいいや。倒すだけ倒してもらって。はい。はい。あー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 あああ、喧嘩しないでね。赤と黄色で。赤と黄色喧嘩しないでね。お互いが黄色に持ってってくれてる。でもいいよいいよ、ナイス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 、いいよ。いいねいいねいいね。仲良し、ちゃんと仲良し。はい、よろしく。やべ、夕日がくれるな。ちょっとそろそろピクミンをお家に入れたいですね。ありがとう二人で。そしたらお家帰ろっか、みんな。ピクミンお家に帰す。帰ってって。よし、君たちも戻ろう、みんな戻ろう。頑張れ。ちょっと食べられちゃったけど。ピクミンやられちゃったけど。戻ろっか。ちゃんと、ちゃんと来るんだよ。置いてかれないでね。ほら、みんな待ってる。しかも花咲いてる子いるよ、ピクミンの中で。よし、全部預けます。とりあえず、今持ってるピクミン、全部安全にお家に返す。はい、お帰りー。ピクミンもね、今なんでそんなとこいるの？お帰りー。あ、帰った？あ、帰った帰った。オッケー。あと16匹か。ここにいる子たちで16匹なのかな？ちょっともう全部一回抜いちゃおう。はい。ピクミンに命を与えよう。つぼみと花と苗。全部揃ったな。よかった。はい、帰ってってね。よし、これで！あ、やべ。日没が近い。でも、ピクミン全部倒したじゃない。返したよね、お家の中に。ドルフィン号やオニオンの近くにいるピクミンは自分のオニオンの中で戻るだろうが、離れたとこのピクミンは戻れない。だって。でも今ね、
フィールドにいないから、帰ろう。回収したドルビンゴのパーツは30分の2だ。あと3個あれば飛行能力アップする。確認のついでに宇宙服の修理をした。よーし、みんななんとなく分かった？ピクミン。初めて見る人も分かった？こんな感じで、宇宙服を、宇宙船を直していくっていう。はい。わかりましたか？これ一応指示か。あれ？夜にならな、なるまで俺は、暇なのか。じゃあ、オタマジャクシと戯れてくるわ。これも敵ないよ。あ、倒せる。あ、倒せる。オリマーでも攻撃できる。ほら。見てこれ。ピクミン集めたと死んでしまいますって言われてる中で、俺はオタマジャクシを追っています。弱い者いじめ。無理。一応ダメージ取るんですよ、これ。倒せ。うぃー、どうした。まあ、反撃してこないからね。オッケーオッケー。僕いい感じ。じゃあ、俺も帰ろう。お疲れ。お疲れ、みんな。いや、二日目無難に、無事に過ごしたけど、ちょっと死んじゃったね。数匹ね。よかった。帰ろう。安全に帰ろう。おお、チャッピー動いてる。そう、夜中になると活発、活動的になるのよ。昼間は寝てる子も。ちゃんとね、お家に、オニオンにピグミーを返さないと食べられちゃう。この周辺に多くのパーツがあるようだ。レーダーパーツさえ回収すれば、あ、レーダーパーツなんてあったな。どこにその30分の、宇宙船のパーツがあるのか分かるようになるから。うん。よかったよかった。あー、9匹も死んじゃった。うわー、悲しいけど、しょうがないね。次の日、明日はね、黄色ピクミン増やそうかな。黄色いピクミンちょっと増やそうかなと思ってます。どうしよう。黄ピクミンを、俺は手に入れたんですけど、どっち行こっか。どっち行こう。これ黄色いオニオン持ってんのか。いや、希望の森行きます。ちょっとパーツ手に入れたいですね。ニコちゃんが暴れとる。ただいま。まあ、夜はやっぱ星を離れないと。よし、じゃあ今日はね、黄色いピクミンを出していきましょう。全部、黄色出すよ、俺は。赤はちょっと今回お休みね。したら、早速、おー、高く飛ぶね。黄ピクミンは、高く飛ぶって言いますもんね。黄ピクミンで、これ。これね、この、お花を運んで、昨日いっぱい倒しちゃったから、全然、あれだな。お花が生えてないのと、あと敵がいないね。はい、オッケー。まあ、あっちはあっちで任せて、ちょっとキーピクミンの特徴みんなに教えるわ。これね、モテるのよ、キーピクミン。見てて。これ爆弾なんですよ。あ。キーピクミンが落ちていた奇妙な岩を持ってきた。どうやらこれはキーピクミンの習性らしい。それにしてもこの奇妙な岩は何だろう。赤く光るひび割れは内部に高いエネルギーを蓄えているように見える。これね、爆弾なの。3個だけしかない？もしかして。まだある？まだあるね。全員集合。爆弾持った子たち全員集合。じゃあ今回は、この爆弾使っていきますよ。あ、こっちにもある。そこにも落ちてる。この岩に爆弾ピクミン投げましょう。あ、あっちが行っちゃった。やばい。あ、
壊した、オッケー、壊したけど、あっちのビグミン大丈夫かな？って爆弾岩の破壊力がとても強いので、なるべく離れておくこと。だって一匹俺失ったかもしれない。戻って戻って。ナイスナイスナイス。はい、爆弾で。あれ、俺一匹。あっちにいる？ああ、いなくなっちゃった。奥に行っちゃった。ピクミンいなくなっちゃった。もういいや。はい、これ。あ、ピクミンそれ置いて。食べられちゃう？あ、食べられちゃった？ピクミン、あ、食べられちゃった。ごめーん。ごめん、俺、これ、キャプテンの判断ミスだ。代わりに増やすから待っててね。キャプテンの判断ミスですね、今。一匹、爆弾置いてすぐ、呼ぼうか。早く置き、早く置け、早く置け。何やってんだ。早く、置いて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 。ピグミ早く置いて。逃げて逃げて、こっち逃げて。あはは、当たんなかったか。当たんなかった。一回戻ろう。一回戻ろう。一回、これ戻。あ、ちょっと一匹待って。はい。一匹これ持って。みんなで行こう、みんなで。違う違う。一人だけ待って。一人だけ待って。こっちこっちこっち。はい、よろしく。オッケー、一人一個持った？よし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 。どうしよう、今回キービクミンだけで行くか。うん、あと行く場所、行ける場所って、多分そのまま、今のとこまっすぐ行くのがベストだよね。あ！蜜の人がいる。これは、ピクミンが飲むとお鼻になるから、できるだけ、できるだけ多くのピクミンに蜜を吸わしたい。この苗がね、急にお花に変わるのよ。ちょっと見せてあげたい。待っててね。おい、蜜を落とせ。あー、消えちゃった。もう、あの、天使みたいな、クリオネみたいなやつ、もう一回出てこないかな。残念。あ、こっち側も爆弾で壊せるな。ちょっと後で数個爆弾持ってこようか。あっち側行ったからね。で、爆弾ピクミンの取り扱いしっかり注意しないといけない。ちょっと数匹のピュ、あ、いた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 。みんなせい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 。あ、なんで一匹で全部飲んじゃうの？一匹で飲んじゃった。ちくしょう。欲張り三名。欲張りだったな。あれ、成立して飲ますと確かちゃんと飲んでくれるんだっけな。じゃあみんなついてきて。あれ、何やってんの。なんか時々ピクミンやる気ない子いるよね。ほら、鼻の子めっちゃ早いもん。ほらよし、これ持て。みんな一匹ずつ、これ持て。一匹ずつ持て。そう、したら爆弾じゃないか、俺が上からこう投げるから倒そう。そうで、もうみんな持ってこう。で、爆弾、あ、ほう、やばいやばいやばい、倒せ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 、オッケー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 。このなんかウジ虫みたいなの倒して。ウジ虫みたいなやつ敵だから。オッケー。爆弾、爆弾危ない、爆弾危ない。爆弾、変なとこに投げないで。オッケーオッケー。で、こっち側は、うわー。爆弾じゃない子を投げようか。あ、爆弾いっちゃった。爆弾の子いっちゃった。爆弾の子一回壊そうか、これ。やばいやばいやばい。あの、ハサミ虫みたいなの食ってくるから気をつけないと。君たちも、戻って。あー、食べられちゃう。爆弾一回使っても、爆弾、もうパニック、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 ピクミン自分でじ、あーやばい、戻って戻って、パニック、パニック、みんな戻れ、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 
あぶねえ。どうなった？どうなったんだこれ今。どうなったんだ。ちょっとなったんだ。あ、一匹取り残されてる。やべ。え、これどういう仕組みの。え、これ爆弾で壊せじゃないの。よし、この子倒そっか。で、チャッピーがいる、こっちに。チャッピーがいるのはいいとして、ここ一回運ぼう。まず、この奥にいる一匹、この子救出作戦をしなきゃいけない。一回、ピクミン増やしてこよう。これ。一回増やそう。OK。一回みんな運ぼう。これ、しっかり。で、爆弾ここにあるのか。赤ピクミン連れてくんのもありだけど、引き抜いていこう。やばい、もう時間も半分になっちゃう。やばい。やばいよ。やばい。あー、君たち。みんなさ、ここ壊せるかな？ちょっと赤ピクミン借りよっか。何人か。ちょっと大勢、出せるだけ出そう。俺こんなパニックになると思わなかったわ。おーし、赤ピクミンたち全員ここ。これ壊して。多分向こうと繋がってると思う。え、もしかしてこれ壊せないやつ？すげえ頑張ってるけど。あ、これ無理なんだ。これ爆弾じゃないと壊せないっぽい。じゃあ赤ピクミン帰ろっか。ごめん、なんか。ごめんな。せっかく呼んだのに。黄色ピクミンでちょっと何とかしよう。やばいやばい、時間がやばいよ。もう半分過ぎちゃっている。一旦ここで打ち止めです。この人数で行こう。ついてきてるか？エリート部隊。エリート部隊は一匹。お花がエリートです、これ。エリートついてきてね。一応、ここに爆弾があって、上にね、あれがあったな。宇宙船の素材が。でも宇宙船の素材、今いいや。今俺が持ってほしいのはこの爆弾だわ。爆弾持っていこう。オッケー。で、爆弾で、救出作戦します。まずは。ここ。あの子をまず助ける。まずあの子を助けるとこから始まる。ナイス。置いて。逃げて。あれ。ごめん、ごめん、一匹ミスった。そのまま、早くおいで。オッケー。あー、足りないって。え、爆弾もないよ。爆弾どこにあるの、あと。爆弾足りないよ。やばい。待って、爆弾一個足りない。いや、一旦ちょっとこれ。何、20人。20匹でちょっと頑張って、これ。一旦ね。え、どうしよう。爆弾落ちてないですか？この辺。ない。爆弾ない。やばい。一匹食べられちゃう。どうしよう。え、何？気まぐれのレーダーを発見した。あ、これのことだ。これ全然いいんだけどさ、気まぐれレーダーは。爆弾、ないんだよね。数が。どうしよう。あの子助けたいのに。壊せないよ、このままじゃ壁が。どうしよう、本当に。どうしていいのかわかんない。ああいう時はどうすればいいんだろう。だって爆弾ってさ、有限だもんね。無限にあるわけじゃないから。あいつを救出しなきゃいけない。救出しなきゃいけないのに。ちょっとこのエリート部隊どうしよう。エリート部隊。一旦みんな連れていこう。オッケー。この子たち一回連れていこう。あー、頑張れ。頑張ってて。あー、もうこれを使おう。スエ、みんなでスエ。よし、みんなでエリートになった。よし、お花がいっぱい。これでいこう。急げ。置いてかれるなよ、遅い人。置いてかれるなよ。来てるか？ちゃんとついてきてるか？俺今からな、救出作戦をする。
ダメ元でみんなで壊すから。これ。みんなで叩くよ。頼むよ。爆弾以外で無理かな。さすがに無理？あー、かわいそう。かわいそう。あ、オッケー、レーダーナイスなんだけど。今それどころじゃない。今それどころじゃないんだよな。あ、レーダーはありがたい。レーダーはありがたいけど、爆弾探したいけど、この子倒そう。まずはこのチャッピーを倒します。やべ、数が足りない。やべ、食べられちゃう。せっかく増やした黄色ピクミン食べられちゃう。みんなで行け、みんなで行け、みんなで行け、みんなで行け。叩け叩け叩け、オッケー。よし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 。やば、食べられる。食べられる。ダメだ、下手くそすぎる。キャプテンが下手くそすぎる俺。チキショウ、チキショウ、チキショウ、ない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 、ないよ、爆弾がないよ。あっちでもいける。よし、回収、一旦回収。しょうがない、戻ろう。とりあえずお花も運んでできることはしよう。今日のできることしよう。ヘゼマコを、はい、人足りないなら貸せよう。よし、おいでおいで。あ、これはタイミングよくだね。おきゃ、ダリ、あ、やばい、ハリーアップって言われてる。みんないるかな、大丈夫、忘れてない、他のピクミン大丈夫。くそ、ごめんね、ねえ、ごめんね、ごめん、ごめん、君を置いてけれない、ごめん、本当にごめん、こんなとこに投げてごめん。なんかまだ生きてられたら俺迎えに行くからね。また明日待っててね、明日迎えに行くから生きてて。ピクミン集めないと死んでしまいます。早く帰って。急いで。急いで。みんな急いで。あ、あ、やばい。この子たち一回。全員。ありがとう。よし、一回全員返そう。本当は返さなくてもいいっぽいけど。みんな帰って。早く急いで急いで。最後の3人。いや、もうダメだ。戻れ。戻れみんな。くそ。自分で帰るんだ。うちに。ナイヤは大丈夫なんだけど。いや、あの子生きててくれるかな。ちょっとナイヤの子たちは置いていこう。あ、待って、一匹取り残されてる。これもしかしてさっきの。え？まさか。あ、やばい。あ、なんやだこれ。よかった。よかったよかった。え、あの子生きてるかな？遭難3日目。ピクミンに赤だけじゃなくて黄色のもいる。もう、そんなの読んでる場合じゃないよね。俺は大変なことしてきたんだから。うわぁ。うわぁ。あ、日没で死亡ゼロ。もしかしたら生きてる。え、救出しに行こう？あの子救出しに行こうよ。これもしかしたら生きてるよ。セーブしよう。うわぁ、次回だ、次回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 。次回に繋がります、これ。やろうかな。やろうかな、3日目。もう、やっちゃおうかな。次回にしようかなと思ってたけど、ちょっと置いてけないよね、あの子。あの子救出しに行きます。希望の森へもう一度チャレンジを。とりあえずここにさっきの苗たちが、引き抜いてない苗たちがいるので引き抜こう。
全部、とりあえずね。てか、ピクミンの数増えたね。1から始まってもう185匹いるよ。まあ、人参さんはどこに行ったかわからなくなっちゃったけど、結構増やしたよ。つぼみにもなってる。よし。よし。からの、何匹出そう。もうほとんど出しちゃおうか。全部行こう。スケールは、高くでかく。全部呼べ。ふれふれ。で、レーダーが、こうあるんですけど、はい。これレーダーですね。レーダーでどこにあるかわかる。ただ俺は今、あれが欲しいのではない。俺はピクミンを助けたいんだ。あ、爆弾！爆弾復活してるよ？持ってもらおう、みんなに。爆弾持ってもらおう。みんな持ってー。はーい、集合。よしよしよし。さっきパニクっちゃったけど、よくないパニクるの。こっちの爆弾は一旦無視するか？なんかこっちにも行けそうだけど、まずは救出しよっか。こちらへ。あの子生きてるかな？ちょっとさ、みんな待っててくんない？そこで。様子見てくる。いる？ピクミンちゃん。あ、いない！いない！いない！あの子どこ行っちゃったの？あの子どこ行っちゃったの？悲しすぎる。どこ行っちゃった本当に。上とりあえず、壊せたかな？あ、壊せた、壊した。マジちょっと待ってて。これね、成立できるんだ。もうちょっと、運んでもらおうか、これ。できるだけ人数かけてね。ネジ！ネジ30匹で運んでください。33か。OKOK。みんな集合。集合しまして。じゃあ、爆弾、これショートカットできるようになるから。はい。戻ってきてあ、戻ってきて危ない危ない危ない。あ、ナイスナイス、戻れ戻れ戻れ。オッケー。これで繋がったね。あの子たちあっちから行っちゃったけど、こっちから行ってもよかったんじゃないか。ふまあいいか。じゃあ、君たちは、ここの壁を全部壊しておいてください。この人数だから多分大丈夫だと思う。で、数人ちょっと来てもらっていい？あ、この子たちでいっか。エリート部隊は、さっきの、こっちの壁を壊すから。爆弾もあったよね。爆弾使おう。よし。で、君はこれ爆弾壊して、他の子たちこれ持って。え、持った？はい。入ってきて。いいよ。お！いいじゃん。いいじゃん、全部壊したよ。全部壊した。いいね、いいね。こっちも繋がったよ。今、どこでも行けるようになりました。じゃあさっきの壁の方を、心配なので行きましょうか。あの子たちは、こっちかな。一応爆弾持ってきたので、あ、やった、ネジが。その間にネジが、宇宙船に吸収されました。よし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 。ネジいい感じ。よしよし、あ、壊せてる。いい感じ、いい感じ。こっちもいい感じ。で、先ほど運んでくれた子たちも呼んで、はい。集合。今回は黄色いピクミンたちで、行こう。あ、いいね。ちょっと分けよっか。え、爆弾持ってるか？これ大丈夫？爆発させないから大丈夫かな？ちょっと心配だけど。はい。はい。頼むよ、それも運んどいてくださーい。頼むよー。いいね。いいね、この手際の良さ。
あ、ちょっと数人もらっていい？これ。これ、怖そう。もう一匹、もう一匹。なんか時々サボってるやついるよな。あ、ナイスナイス。運んどいて。あとちょっとだ、頑張れ。よーし、偉いぞ。で、これこの人数で行くとまた溺れちゃったりするから、ちょっと分けよう。先陣部隊と。君たち。君たち来てくれ。あ、ここ水がやばい。あっちにもある。OK、見つけた。戻れ、戻れ、戻れ。危ない、危ない、危ない、危ない。したら、君たちここで待ってて。今から爆弾部隊の3匹を、先陣で投げるから、投げたら戻ってこよう。戻れ戻れ。あ、起きない起きない起きない。いけ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 。あ、置かないのか。いいぞ、投げた投げた、えらいえらいえらい。やばい、みんな逃げろ。え、怒った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 。危ねえ。ちょ、バケット強いな、でも半分食らった。なるほどな。近くに投げたら、いや待って、やばいこれ。やばい、逃げろ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 。あいつ寝ないな。寝かさないといけないな、あのチャッピーは。先陣部隊来い。寝かそう一回。起きちゃったか。寝た寝た。チャンス、行ってこい。うまいうまい。あ、ボタ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 。怒ったけど、あの体力だったらぶっちゃけもういけそうじゃない？投げればいけるな、これ。いくよ？先陣部隊いくぞ。うれ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 ！よし、取った。命を取った。で、君らも。あ？食べられた？食べられてない。オッケー。ちょっと爆弾、軍団怖いな。え、ノバブラスターだって。なんかスプラトゥーンの武器に似てる。さっきダイナモもあったしね。ノバブラスターゲット。運びましょう。ノバブラスター運びましょう。運べる人数で。運べる子たちはみんな運んでください。オッケー。あっちにもある。ちょっとこれ効率めちゃくちゃいいんじゃない今回。あの、チャッピーも運んでもらおうか。これね。ここもね。爆弾持ってない子たちは、極力、運んでください。オッケー。もうあっち側は用ないかな。したら、またお花が咲いてるね。花。お花怖そう。あれ、爆弾。危ない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 。爆弾危ない爆弾危ない爆弾危ない爆弾暴発するから。よし、じゃあちょっと先陣部隊、先陣部隊で行こうか。これ一個運んどいてもらって、あそこにもチャッピーがいたので、あ、ノバブラスター入れられた。いいね、ナイス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 。ノバブラスター、星さえ砕く物騒な破壊力。危険な魅力を感じる、だって。やったー。これで、結構な数入れられたんじゃないか。俺は。あ、パワーアップした？よし。じゃあ先陣部隊、次。ここへ。爆弾投げてない！爆弾投げてない！爆弾投げてない！危ない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 。危ない、逃げろ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 。逃げろ逃げろ、危ない危ない危ない。ちょっと爆弾だけ持っていこうか。寝てからね。しっかり寝てから。3匹が投げないと。あー、1匹ずつだ。なるほどな、1匹ずつしか投げれないのか。こんな感じで爆弾投げていけば、ピグミンがやられることなく倒せるね。
ほい。いいね。いいね、いいね、いいね。で、おお、こんなとこまで来てる。おぶねえ。待て待て。倒せ倒せ。数人倒せ。よし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 。で、さらにだよ。さらにここの子たち。爆弾。爆弾投げる術です。戻れ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 。戻れ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 。オッケーオッケーオッケー。これうまいうまいうまい。うまいうまい。この調子でやっていこう。ただちっちゃいチビがいるのが、嫌だな。チビがいるんだよね、これね。ああ、結構来るな。もうじゃあ投げるか。さっきみたいに。うれうれ、オッケー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 。チビ。チビにこれ投げれるかな。いけ。うまい！エイムがいいです。君はエイムがいい。しかも爆弾いらないな、これ。爆弾どうしよう。10人いるから、運んでほしいんだけど、爆弾持ってる子も運べなくなっちゃったから、この爆弾どうしよう。使ってほしいな、どっかで。まあ、いっか。あれ、いっぱい運びたいんだけど、ちょっとどうしよう。一旦うち戻って人数かけて運ぶか？さっき倒した奴ら。いけるか？いや、これいけるかな？この人数で。爆弾置いていこう。危ないから。あー、ついてきちゃった。もういいや、じゃあついてきて。できる、もう、じゃあもう、エリート。もうみんな来れるだけ来て一回。ギリギリ、時間、やばいから。もうあと、時刻がない。うわ、結構遠いな。結構と、お花の強さがわかるね、これね。お花がね。よし、これ奥から、奥から行こう。奥から運ぶ、奥から運ぶ。奥から運ぶよ。奥から運ぶ、奥から運ぶ。オッケーオッケーオッケー。ごめん、ごめん、ごめん。そう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 。これ引っかかっちゃうから、早く。みんなでみんなでみんなで行こう。そう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 、いいよ。爆弾くんはもう、しょうがない。数。人数で。数の圧。なんか取り残されてる子たちいる。君たちはここに置いとくと食べられちゃうから、戻ろっか。あ、君たちもいた。あ、中にもいた。もう危ない危ない。こんなとこいて。取り残されたやつからやられていくんだから。大丈夫か？よし。あ、ここにもいた。もう、引っかかっちゃったのかな？もうみんな連れてかなきゃ。みんな。あ、早いな。早いな。じゃあちょっとできるだけ中に入れます。はい。みんな入ってってね。爆弾燃えといていいからね。もうすごいすごいすごい。よし、この間に。この間に運ぶから。いけ。みんな運べ。そうだ。運べ運べ。で、暇なやつ。暇なやつ集合。暇なビグミンたちみんな集合。帰れ帰れ帰れ。お家に帰れ。みんなお家に帰れ。引き抜いとくから。忘れ物ビグミンはいない？置いてたビグミンはもういない？大丈夫かな？あ、待って。あそこに蜜がある。みんなで蜜飲みたいな。ちょっと最後の時間に。とりあえず。とりあえずできるだけ抜きたい。できるだけ抜く。時間ないよ。集合集合。飲め飲め飲め。蜜吸え蜜吸え。エリートになるんだみんなで。よし。全部入れよう。めっちゃ増えた。オッケー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 。え、取り残したかいないよね、多分。大丈夫だよね。今引き抜いたピクミンです、この3匹は。お家に帰り。しっかり帰り。大丈夫か？忘れてるピクミンいない？
よし、帰ろう。でも今日結構進んだと思う。ただ、あのピクミンがいなかったのは悲しいね。あ、忘れ物いない！よし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 。よかった、おいでかなくて。遭難4日目、パワーアップをしたドルフィンゴはぐんぐん高度を上げ。目の下の広大な樹海にはぽっかりと開いた大きなくぼみが見えてきた。安定してきたこの機体ならあのエリアにも降りられそうだ。まるで樹海のへそのようなエリアの捜索に備え、今日は久しぶりに早く眠りにつくことにしよう。あーでも戦いで俺は21匹失っちゃったのか。お！黄色いピクミンの方が多くなったよ。ほら。黄色が多くなった。セーブしよう。はい、ということで。あ、半分エリアのパーツ手に入れました。やった。あと、青いピクミンがいると思うんですけど、そのピクミンもね、手に入れたいと思うので、まあ、今回この、ここら辺にして、次回、またピクミンやっていきたいと思います。ありがとうございました。